私の大好きなブランドポール&ジョーのトートバッグが2種類ムック本で出てましたので両方とも買いました。お花柄はクリザンテーム、猫ちゃんはヌネットです。ホワイトグリーンバージョンとピンクバージョン、形は同じでデザインが違うだけ。サイズは高さが18で、ワイドが最大で35だからここかな、35で、厚み、待ちが18、同じです。お値段はどちらも1990円プラスタックス。ね、ビニールが臭くてメジャーシートな感じ、新品の裏側は少しねここにシワが残ってるけど、表はあんまりシワ残んないように畳んでますね。わかるかな、これレジャーシートみたいですよね。で、表面に何かゴムっぽいプラスチックっぽいのかなで加工しているので、この下がレジャーシートっぽい。このね、ポール&ジョーのお花、特徴的なこのデザイン、これ私好きで、どっちかっていうとこっちの方が目当てだったんだけど、ピンクも一応欲しくなって買いました。ピンクの方もね、匂いしますね。わかりますかね、このレジャーシート感表現あれなんだけどね、レジャーシートの上をなんかこう加工してゴムっぽいので、こんな感じ。レジャーシートのメリットって丈夫で、そして軽い、水を通さないから何かこぼしたりしてもさっと拭けば大丈夫で、もちろんこの素材も多分弾くと思います。で、汚れてもこう水拭き、ウェットティッシュでさっと拭けば大丈夫だと思います。そして軽いですね、やっぱりゴールドのロゴが印刷されてます。こちらも同じゴールドのロゴ、猫ちゃんはこれシールじゃなくてちゃんと印刷されてます。シールじゃなくてちゃんと印刷されています。特にポケットは表面にも裏面にもついてないですね。なんか今このボコボコ感がちょっと怖いな。裏から硬いものとか尖ったものとか、その影響でボコボコできちゃうかもね。マチがここ18センチ、かなり厚みがありますね。横長タイプ、私可愛くて好きです。不思議なのはこのピンクの方はそこを開いて梱包されてたんですね。あとこういう風に畳んであって、こういう風にはなってなかったんです。でもホワイトグリーンの方はそこがクッとこう畳まれてる状態で、この後こう折れるように入ってました。畳み方がねこうやって入ってなかったんですけど、まあどっちでもいいんだけど、なんでこの違いは畳む人によるんでしょうかね。で、ハンドル部分はどちらも同じカラーかな、完全ブラックじゃなくてね、焦げ茶っぽい感じがするんですよね。わかるかな、ちょっとね焦げ茶っぽい感じ、まあ、適度に柔らかいです。で、二重になってて、ただここの取り付け部分がここね、切りっぱなしになってますね。ここが切りっぱなし、匂いがこの中からしてきました。強いです、この中の方が。ここね真っ白だけどレジャーシートっぽいでしょ、そこに何かゴムらしきものでコーティングしているっていう、なんかほぼ正方形、まあ余裕で撥水加工っていうか、もう跳ね返すと思う、水はどっかで擦れてもう剥げてるね、もう剥げてますよね。これ今折れてたんだけども、伸ばしたらもうすでに剥げてました。ピンクは剥げてるとこあるかな、見つけました、ここですね。これが折り曲がって角っちょが擦れて、こんな風に色も変わっちゃってるし剥げてますよね。
やっぱり18センチですね。これも18センチだから、ほぼ正方形。この下の部分が18センチ横ね。で、上の部分を極端で潰した場合は、ここが35センチ。500ml のペットボトル、500のペットボトル立てると、だいたいこの底の感じから9本ぐらいかな。サザンが9本ぐらい入る感じ。そして頭の部分は、キャップのところが出るっていう高さですね。ポール&ジョー大好きだから、まあ、その分の金額、ブランド料っていう意味合いであれば仕方ないかなと思うんですけども、作りだけ見るとやっぱり1000円以下の雑誌付録にして欲しかったかなっていうところは正直ありますね。けど、後悔してない。まあだってポール&ジョー好きだからやっぱり後悔しないんですよね。まとめると、どちらのデザインも可愛いです。あとは好みですかね。表面がゴワゴワしているけど、水弾いてくれるので、お弁当の汁こぼれても、あと雨に濡れても拭けば大丈夫。そして軽い。